海姫。海姫、海姫、元気三年、1572年から、没年不詳は、安土桃山時代の女性。忍城城主、成田市長の長女、豊臣秀吉の側室。天正十八年、1590年の小田原征伐の際、父、市長が小田原城に詰めたため留守となった、お市城一族郎党と共に預かり、 豊臣軍が城に侵攻した際には武勇を発揮して、城を守り抜いたと伝えられている。お市城城主、成田市長と最初の制裁で、上野国金山城城主、由良成重の娘との間に生まれる。外祖母となる病院に由良成重の妻は、天正十二年、1584年に、金山城が北条氏の軍勢に襲撃された際、71歳という、 高齢にもかかわらず牢情戦を指揮した人物であり、海姫の母も武芸に秀でていたという。天正元年、1573年、成田氏と由良氏の関係悪化に伴い、母とは2歳の時に離別した。その後は、市長形質となった、大田助政の娘の下で育てられたが、ママ母や牧姫や厚姫といった腹違いの妹たちと仲は良好だったという。 十九歳となった海姫はその容姿から、東国無双の美人と評されたが、武芸や軍事に明るかったことから、男子であれば、成田家を中興させて、天下に名をなす人物になっていたとも評された。海姫、牧姫、厚姫の他に、市長には、天正十四年、1586年に亡くなった、弱子と、下野国の小山秀綱、または、 小山正種に嫁いだ女子が存在したと考えられている。この女子について、重教小山系図では、聖主の母は成田下雄守藤原市長の女、関八州古前六では、聖主の妻は市長の娘と記されているが、重教小山系図の記述については、年代的に考えて、妻の御伝だろうと指摘されている。天正十八年六月四日、 1590年7月5日、豊臣秀吉による小田原征伐の際、五百余の兵と城下の民たち合わせて三千人程度が、小室城に、石田三成率いる約二万三千人の豊臣秀吉軍が侵攻した。欧師城は湿地を生かして築城されている上に、城代、成田大輝が率いる牢城軍の士気は高く、城攻めは難航した。この城戦の最中に、 上代の大器は発熱を起こし、そのまま病死したが、奥方都会姫は大器からの退任を受けながら、途中で死を迎えることは残念。万が一の時には、成田長近を私の代わりに、との遺言を受けると一門や家臣を集め、大器の着難、長近を総対象とすることを命じた。成田勢の抵抗に対して三成は、 備中高松城と同様に水攻めの戦法を採用。城の周囲に石田堤と呼ばれる長大な堤防を築き、水を引き入れて成田勢を無力化する作戦に出た。周辺地域の地形的な問題もあり、堤内の水位はかんばしくなかったが、荒川と利根川から水を引き入れたことで6月16日、7月17日には堤内は水で満ちた。一方、 押城周辺は6月18日、7月19日頃から梅雨時の風雨に見舞われた。この風雨により、同日夜半に2カ所で、筒美が決壊、濁流が石田勢を押し流し、270人近くに及ぶ歴史者を出した。成田勢が、野いに乗じて筒美を破壊したためだとも言われる。6月25日、7月26日、 岩月城や八方城を攻略した、浅野長政の軍勢が援軍として差し向けられると、6月27日、7月28日に、長政が自ら陣頭に立ちおう手口から攻撃を仕掛けた。浅野勢が、本丸に迫る勢いを見せたため、報告を受けた城代の長近が出陣しようと、試みたが貝姫はこれを押しとどめ、自らが鎧兜を身につけ、成田家に伝わる名刀。 波切れを携え、二百余家を引いて出陣。海姫の到着より先に様口を守備していた、正木俊秀が主兵を引き連れて、応援に駆けつけていたこともあって、朝野勢の侵入を阻止することに成功し、海姫も多くの敵将を打ち取ったとされる。七月五日、八月四日、豊臣側は、石田、佐竹勢が、下人口、から、朝野、長塚勢は、持田口、から、 宇都宮勢が、様口から三方面同時に進行を開始し、浅野長政、真田正幸、真田信竹不知らが婦人した持田口では両軍による激しい戦闘が行われた。成田勢は、真田の兵に出次郎を攻め落とされ、浅野勢の攻勢の前に持田口の捨てぐるわが、攻め破られた数の勝者を出した。成田勢は、他方面でも、 豊臣側の軍勢と対峙しているため援軍を派遣することができず、本丸から海姫が二百余計を率いて持ち口に加勢した。その際、海姫は佐野勢の三宅隆重という武将と対峙すると相手を弓矢で撃ち取ったと伝えられている。七月六日、八月五日、北条側の総大将の北条を宇治直が、豊臣側に降伏。 小田原城の受け渡しが行われた後もおし城の成田勢は、牢城を続けていたため、秀吉の命により、城主の市長が使者を派遣し、小田原ら会場法とおし城会場を指示。死者の説得を受けて、城代の長地下は会場を決断し、7月14日、8月13日の会場の際には海姫をはじめ奥方、牧姫、厚メラが甲冑を身につけて、 馬に乗り、牢状した書子に囲まれながら城を後にしたと伝えられている。姫らの退出後、豊臣側の総大将の三成がお市場に入り、上代の長近の立ち会いの下で城の明け渡しが行われた。新垣大退行期や成田期にはお市場を明け渡した後の成田氏と海姫の同棲について次のような内容が記されている。豊臣方に抵抗した成田家は、 ガモウジサトに預けられる身となったが、同年9月にウジサトが、道の区国会津に違法されたことに伴い、これに従った。ウジサトは、市長らを粗略に扱うことはなく、藍津領内をアシナモリュージが治めていた当時に、軍事的な要衝とされた、福井城の守備を一任し一万国の最地を与えた。領地を得たことで、市長の下には、かつての家臣たちが集まり始めたものの、 宇治里は、家臣の中から髪型で飯抱かかえたばかりの、浜田証言と弟の浜田重左衛門を与えた。同年11月、道の区国中部で発生した火災大崎一気に、こうして、伊達政宗の軍勢が、藍津領内の塩川に侵攻するとの情報が入り、市長は、川の往来号に加勢するため主だった家臣を率いて、塩川へ出陣した。浜田兄弟は、 福井城の留守役を任せられていたが、あるンに無本を企て、本丸に攻め入ると、成田家の不代の家臣や、市長の妻を殺害した。この一報を知った貝姫は無本を起こした、浜田兄弟に対して、怒りをあらわにしたという。一旦は二百四人を有する浜田十左衛門の,の兵に、対し、十数人足らずの貝姫は追い詰められるが反撃に、転じると、貝姫は馬を使って、 逃走を図る十左衛門路に迫るとこれに切りつけて、落馬させ、その首を打ち取った。浜田兄弟の謀反を知り福井城へ引き返した、市長の軍勢と黒川へと落ち延びる途中だった、海姫手勢が合流。これに、ガモ氏の援軍が加わり福井城を包囲した。証言は、逃走を図ろうとしたが、なぎなたを携えて待ち伏せていた海姫と大治。 海姫が一瞬の隙を見逃さず正玄の立ちを払い落とすと、すぐさま右腕を切り落とし、池取りとした。正玄は張り付けの上残首となり、首は場外にさらされたという。海姫の武勇伝を聞いた秀吉は、姫を気に、入り側室として飯抱えることになった。ガモ宇治里に預けられていた市長は、姫の口添えもあって、天正十九年、1591年に、 ゲア国カラス山城主として二万国の領に取り立てられた後のカラス山藩。一方、カイ姫が秀吉の側室となった経緯について、関八州古泉六は、ガモウジとは、欧州市沖により、合図に違法された後、市長に一万国の最中を与えた。秀吉がゲア国小山の都塚に立ち寄った際、那須の岡本聖五郎という者が、市長の娘が無双の容姿と、 思想堅固の持ち主であり、お師匠の戦いにおいて、母、大田助政の娘と共に海外しく振る舞いだと、噂をしていることを聞き、密かに面会した。その後、上方に戻った秀吉は、合図に使者を送り、市長の娘を即室とするため上京するように伝えた。さらに王や義継からの報書が届くと宇じ里は次女を、多数、成田氏家臣の吉田泉守を改造として、 騎馬武者十10人、足軽274人を帯同させ、12月29日に大阪へと送った。その後、この娘の訴えにより秀吉は、市長に、カラス山の領地を与えたと記している。同様の説話は、新井白石町の、半官府、成島市直により編纂された、海西三河跡風土記、跡北条氏の清水を描いた、北条記に記されている。このうち、 海政三河と風土記では、市長の女子と記されているのに対して、半官府や工場記では、市長の妹と記されているが、歴史家の楠戸義明は、妹とするのは間違い、歴史学者の黒田元機は、市長の年齢から、娘とするのが妥当と指摘している。このほか、栃木県小山市において伝承が残されている。大阪城での姫の生活ぶりは定かではないが、 伊達精神や譜面によると、秀吉には16人の側室が存在し、桑田忠隆の著作によると、そのうちの名前が判明している人物の一人として、回避名が挙げられている。慶長3年年月月日、年月20日に、京都で行われた醍醐の花見の際、回避メが読んだと考えられる歌が残されていることから、 秀吉が亡くなる間際までその近辺に存在したものと考えられるが、同年8月18日、9月18日の秀吉、没後の消息は途絶えている。一説によると海姫は、ヨド伝の信任を得て、豊臣秀頼の養育係を務めたとも、武勇を活かして隠密的な役割を果たしたとも、秀頼と側室との間に生まれた娘、後の天衆二の養育係を務め、 大阪の陣の後に共に、相模国の鎌倉にある、統計寺に入ったとも言われる。一方で、秀頼に仕えたつぼねや事情を示す、文献史上の中に、海姫の名は確認できない。美しさと武芸の才能を兼ね揃えた人物とされ、お史上の戦いにおいて、ママ・ハらラと共に老城軍を指揮した説話は、後世に編纂された、成田や、 新潟対抗期などを通じて伝えられている。ただし、2013年時点において確認ができる事柄は、彼女が豊臣秀吉の側室の一人となり、死の間際まで勤めていた点のみだという。海姫に関しては、その当時の多くの歴史的な女性と同様に、実在したことを確認できる詳細な記録は残されておらず、後世に編纂された書物のみであることから、 実在性を疑問視する指摘もある。海姫に関する説話は、安永年間に執筆された、新夏期太鼓期に詳細に記述されており、文化から文星年間に執筆された、成田記も参考書の一つとしている。成田氏の推移を記述した成田記は、作者の尾沼十五郎歩道が表した以前に、その元となる、旧成田記が存在したものと考えられるが、 開国雑記などの一級資料のほかに、赤八州古戦六、紅葉軍艦などの軍機物を参考とした内容となっている。歴史学者の黒田元樹は、良質資料には見えないが、三姉妹の長女、市長留守中の巨城防衛に奮戦、武勇と美貌が秀吉の目に留めま即失となった。秀吉の取りなしにより成田氏の存続が果たされたといったことが場面を変えつつ、複数の書伝がある。 合戦後、下野家カラス山三万国の大名として存続する過程で大きな役割を果たしただろうとしている。前述のように、カ姫の消息は、秀吉の没後に途絶え、領地のカラス山に移り住んだ記録はなく、成田市の菩提寺である熊谷市にある龍園寺には、彼女の墓は存在しない。一方で、埼玉県札手市に土着した吉吉には、 カ姫から送られたと伝えられる、秀吉の使用した弁当箱が残されている。吉牛は、もともとは、成田氏の家臣で、後にカ姫の父である市長の子を報じて、去っに移り住んだという。これらのことからカ姫と吉牛は、お市ジの戦いの後も交流を続けていたものと、推測されている。平成24年、2012年8月。 海姫が秀吉の主催した醍醐の花見に列席した際に読んだと考えられる和歌の短冊が発見された。この短冊は京都にある醍醐寺に保管されていたもので、花見で読まれた和歌の120番目に海姫のものと考えられる歌が記録されている。署名は海ではなく E いいとなっているが、作家の山名美和子は海姫の短冊にほぼ間違いないとしてる。 また、119番目には、伊王、和と署名された短冊が残されており、3名は、伊王が秀頼の娘の母の小石の方ではないかと指摘しているが、同時の学芸員は、当時の女性は文字を書く際に体仮名を使っていたので、署名が仮名でも不思議はない。しかし、伊が海姫であるかは、資料がないため、同一人物であるかはわからないとしている。 豊臣秀頼は、精細の千姫の他に側室を設けていた。そのうちの一人は、伊勢国の北畑氏の一族である、成田五平女次家の娘で、小石の方と言い,い、秀頼との間に娘を設けた。小石の方と海姫はそれぞれ異なる羊を持つが、武蔵国と伊勢国の成田氏が混同されたため、秀頼の娘と関わったとする説が生まれたと推測されており、その中には、 秀頼の娘は、貝姫の実の娘とする説も存在する。秀頼の娘は、岸和田城城主、小出義秀の家臣である、三宅全兵衛の下に預けられ、その妻が乳母を務めた。慶長20年、1615年、大阪夏の陣の際に秀頼の娘は、豊臣国松と共に、大阪城にあったが、落城後に、 京都郊外に潜伏していたところを5月12日に徳川方の京国た高により捕らえられ、国松も5月21日に徳川方に捕らえられた。国松は死罪となったものの、秀頼の娘は千姫の除名嘆願もあって、死を免ると、後に鎌倉にある東慶寺に入り、落職して天衆にとなり30歳前後の頃に第20十世十字となった。 天州には、昇法二年二月七日、1645年3月4日に十七歳で亡くなったが、統計時にある天州にの墓の横には、従者のものと見られる、法教院塔がある。この塔の側面には、大月院伝名曲、総管大師、天州お正五曲昇法二年期のととり9月十三日と記されているが、これが、海姫の墓であり、常述のように、 秀頼の娘と共に寺に入った従者が海姫であると説がある。新安妻鏡によれば、秀頼の娘の乳母を務めた三宅全米の妻は、大阪の陣の際に夫が戦死したため、主の三宅氏のもとに預けられたと記されている。また、法教院頭の形状や、因伝の改名は、従者が生前に高貴な身分であったことを示しており、 住者は、三宅全兵衛の妻ではなかった可能性がある。三宅全兵衛の妻とは別に、秀頼の娘の養育に当たった身分の高い人物が存在し、男性であっても困難な戦場からの脱出業や、除名のための千姫との交渉を手助けし、共に、統計時に入りしの間際まで守り続けた可能性がある。三池純正著の、のぼうのき秀吉の妻となった。 カイヒメの実像では、カイヒメであれば、上記の条件に全て符号するのではないか、としている。出典楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。